コルネエリア・フンケは、ドイツの児童文学、ファンタジー小説作家。泥棒の神様、魔法の声で知られ、著作は37カ国語に翻訳されている。1958年に、ドイツのノルトライン・ベストファー練習の町、ドルステンで生まれる。ハンブルクで教育学を専攻した後、児童文学のイラストレーターとして活動。その後自らも、児童文学の執筆に入り、 その方あら自らの著作のイラストも手掛ける。その他にもドイツの子供向け TV 番組シエビンスタインの脚本も手掛けている。ドイツ国内で初めて評価されたのは竜の騎士で20万部を超える売り上げを記録しチューリヒ児童文学賞を得る。初めて国際的な評価を得たのは2002年に泥棒の神様の英語版が出版された時である。この本が アメリカベストセラーのリストに数ヶ月にわたって現れた。あと、2005年にタイムズ氏から世界で最も影響力のあるドイツ人女性として評価されている。以下、和訳された作品のリストである。ありがとうございます。